新春特別企画、大天使青井翔太、しゃくれ姫、山本さやかの口笛コラボ曲当てクイズ。よっしゃあれ月9でクラゲ姫出んのにシャクレ姫やシャクレ姫撮っちゃった撮っちゃった気づく遅気づきましたさあこのコーナーなんですけども、やっぱり月曜日の口笛ポンコツコンビ大天使様とシャクレ姫今夜だけのシャクレ姫わかる分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 かるシャクレ一人しかいないから山田邦子さん思われるでシャクレ姫思わないです思わないです思わへん思わないです日テレできんじゃないんですややこしい。できんちゃうわ。できんかな。呼ばれてへんだけじゃん。それできんのですね。はい。さあ、今夜だけのスペシャルコラボというわけでございまして、二人が吹く口笛の曲名を当ててください。見事正解した人の中から抽選で3名の方に、月曜メンバー全員が写った写真はがきに、翔太くん、さや姉のサインを入れてプレゼントします。宛先も翔太くん、さや姉の本人に書いてもらいますので、答えと合わせて翔太くん、さや姉、どちらに宛先を書いてほしいかも書いて送ってください。はい、では、ポンコツコンビ。今夜のお正月一発目のコラボ、コラボお願いします。デュエットでいくの？あ、デュエットですか？一人で。何を何を吹くかはちょっと楽しみですね。楽しみにしててください。はい、はい、もういいですか？じゃあいきますよ。あ、ちょっと待ってください。ん？あ、いいです。はい、今注入した。注入したハモネプみたいな。どっちに合わせてんの？本当にどっちに合わせてんの？だってほんま音楽できるからな。そうですよね。本当はできる人たちだから。いけそうな感じがすごいしますね。ねえ。ミュージシャン2人がこれやねんな。そう、ミュージシャン。シャクリ姫がよしと言いました。はい。いけますよ。時間いっぱい。いけます。じゃあいきます。はい。いますよね。もう一回行きますか。ちょっとなんかコラボで吹いてるな。順番でと順番で。薄い。行きますよ。行きますよ。はい。どっちの。行きます。お。ええ？俺分かったかも。俺も分かりました。え？分かった。ちょっと私がめちゃくちゃうまい。ね、ちょっとさやねえの伸びてる。え、もう全然分かんない。腕が伸びてる。嘘。さやねえじゃないよあんなの。え？ほうほけきょって言った？言ってないです。言って。どんどん歌いました。歌いました。とっと、あ、でも、とっと。さやねえのうまい感じは分かったけど、その前がひどいから、入ってこない。だいぶ分かったね、あれ。さやねえの分かった。最初、翔太くんだよね。そうですよ。翔太くん、口笛吹いてて、そこが全然、もう一回、もう一回いい？いきますよ。うん。翔太くん、なんで食い気味に来んの？いや、もうそれはもう。食い気味の歌なんだ、それはもうだってね。わかった。わかりました。俺もわかった。え、タイトルわかれへんけど。俺もわかるんですよ、タイトルが。え、なんだろう。え、これわかんない。私もわかんないね。ふうふうふう。あ、そうです。ね、正解？ふう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 。これ、な。え、なんだろう。正解。これでしょ、翔太くん。俺もわかんないの、出だし。そうそうそう。え、どういうこと？曲名がわかんない。いや、さやねえすげえ上手くなってる。え、さやねえのパートだけやって。うん、うん、やだ、やだ、やだ、鼻歌歌歌だからな。入るぞ、今日は鼻歌歌歌だ。なんかちょっと音階がちょっとできるんだよ。最後ずれてましたけど全然ちゃうけど、音階ができてんねん。そう、音が出るようになって。え、めっちゃ音痴やけど。わかった、わかった。わかりました。さやねちょっと音階できるようになったな。そうなんですよ。ずっと吹いてるんです。え、ずっと吹いてるんです。口笛を。はい。やめとき。いや、やめてよ。癖になっちゃって。やめてよ。我々の楽しみなくなるから。ダーリオは週に1回しかラップやれへんねんで。そうだよ。下手くそやな思われてるで。え、ダーリオもわかった。わかりました。え、じゃあ僕も、有野さんわかります？全然わかんない。俺もわかんない。じゃあもう一回最後に、じゃあ、もう一回だけお願いします。部分だけ難しい。
お、あー、すごいすごい、わかったわかった、わかった、食い気味いったところがわかった。正解者いっぱいおるんじゃない、これは相当わかるでしょ、はい、クオリティが高い。さあ答えがわかった方はクイズの答え答えが分かった方は、クイズの答え、住所、氏名、電話番号を記入の上、メールでお送りください。締め切りは1月7日23時59分までです。宛先をダーリオさんお願いします。はい、メールの宛先は、やるげつアットマーク、mbs1179.com、yarugetsu アットマーク、mbs1179.com までお願いします。